皆さんこんばんは。夜の自然写真家風サラリーマン、ジジンガー Z でございます。オープニングで紹介したように、少ない星空撮影の機会を、最大限に活かすために、カメラを1台追加で購入することにいたしました。僕はニコンの Z システムを使っているので、購入するカメラは当然ニコンの Z のどれかとなります。で、実際どの機種を購入するかについてですが、まず Z6、Z7 の無印については、外部給電なしのシングルスロットですので、僕の撮影スタイルではちょっと使えないですね。また Z7II についてもお値段が僕の財布の容量を、楽々超えてますし、高画素機なので、ファイルがでかくなるということで、パソコンやね、ストレージの、パソコンの能力やストレージの関係上、これも僕の手に余るので、Z7II も対象外となります。またですね、Z50 などの APS-C 機については、僕の被写体はね、広角を対応する、必要があって、僕の撮影スタイルには向いているとは言えないため、こちらもやはり対象外となります。ということで、必然的に Z6II か Z5 の2択となります。僕は Z6II を使っているので、Z6II を基準にね、Z5 が足りないものという視点で、両者の比較購入検討を、これからしていきますが、僕は暗闇で空を撮るということがほとんどという、やや特殊な人間なので、比較するポイントもですね、僕の撮影スタイルに特化したものとなる点については、ご理解の上でご視聴いただけると助かります。それでは、Z6II にあって Z5 にないもの、その1ですけど、これは二面照射型のイメージセンサーです。暗いところで撮るイコール高感度性能っていうのは、僕にとって絶対的なものですね。で、ネット上で、Z6II と Z5 の両刀使いの方の、コメントを拾ってみたんですけど、これはね、あくまで感覚的な話だとは思いますが、両者の差は2分の1段くらいとのことです。これは例えばですね、同じレンズ、同じ場所で撮影した場合、Z6II が ISO9600、15秒で、撮れるとすると、Z5 は ISO12800、15秒になるという感じでしょうか。で、このセンサーの差については、実は本当は大した問題ではなかったはずなんですが、この次に紹介する2つ目の足りないもののために、実はこの問題が尾を引くことになりそうです。Z6II にあって Z5 にないものその2、マニュアルモード時のシャッタースピードの延長です。Z5 の感度がたとえやや劣るとしても、露出時間を長くすれば、何の問題もないんですよね。実際ですね、Z5 は、30秒が限界です。もちろんね、バルブやタイム撮影というのがあるんですが、30秒以上の長秒露光時にカメラが自動でシャッターを切り続けるようなことが、Z5 はできないということですね。Z6 はこれ999秒まで設定できるので、インターバルタイマー撮影であれば999秒以下のシャッタースピードで延々切り続けてくれると。でも実際 Z5 であれば自分がレリーズをポチポチしなくてはいけないということで、ちょっとね、その辺は辛いような気がします。ただ、長秒露光を、多用するかと言われれば、そんなに頻度は多くないので、必要ないって言えば必要ないような気もします。ただこれができないと絶対にできない表現というのがあるのも、事実ではあります。2台同時に撮影することを、僕が想像してもですね、1台は例えば成形写真で固定、もう1台が静野写真で、流星を捕まえるために長秒露光みたいな感じで、2台とも長秒で使うことはないと思うので、Z6II がね、今1台あれば、
長秒撮影はそちらに任せて、2台目の Z5 は、まあ、別に長秒はいらないので、Z5 でも十分な気がしなくもないです。で、3つ目、サブディスプレイですね。これないならないで、なんとかなるとは思うんですけど、一回使うと、まあやはり便利ですよね。まあ、というのも、まあ僕、インターバルタイマー撮影とかで結構設定ミスってる時があるんですが、このサブディスプレイの ISO 感度や、まあ露光時間でミスに気づくことが、まあほとんどです。今は、電力量に物を言わせて、まあ撮影後に再生画像を出すので、まあ、設定ミスには気づきやすいんですが、外部電源を使ってなかった頃は、バッテリーの節約で再生を切ってたので、もしこの時サブディスプレイがなかったら、まあ、僕が撮ったいくつかの動画はもしかすると倍速で見れてなかったかもしれません。まあ、ここまでは、まあ、Z5 に足りないものということで、どちらかというと Z5 購入を、まあ、躊躇するような理由を挙げてきましたけど、まあ、一方で Z5 の利点というのもあります。まあ、なんといってもやっぱお値段が安いことですね。まあ、約実売価格で10万円くらいの差。まあ、これはですね、例えば Z6II を買う気で、まあ、お金を出費すれば、Z5 と2倍テレコンをまあ一緒に買えるとか、まあ、ちょっと足せば、Z5 と105のマクロを一緒に購入することも可能になります。まあ、この選択肢はちょっと魅力的ですよね。まあ、その他には SD カードのダブルスロットなので、まあ、容量の大きなメモリーカードも比較的低価格で揃えられるというのも魅力ですね。で、もう一つの利点は、やっぱ動画のネタになるってことですかね。まあ、Z5 と Z6 の撮影比較というのを、まあ、いろんな撮影のシーンで、行えます。まあ、仮にですね、Z5 でも天の川撮影は十分となると、まあ、Z6II とレンズを一緒に揃えることに比べれば10万円お安く揃えられるので、もしかすると Z6II の価格がネックで、まあ、星空を撮りたくても撮れなかった方とかが、まあ、やってみようなんてことにつながるかもしれません。まあ、いわゆる一般論で、言われている Z5 のネックという点ですね。まあ動画がね、弱いとか、暗所での AF がとかというのは、まあ僕の撮影スタイルには、まあ、全く影響しないので、まあ僕にとって今現在 Z5 はとても魅力的に映っております。ただ、まあ、やっぱり高感度がちょっと劣るとなると、まあ1430の F4 での撮影というのはちょっと厳しいんじゃないかなという懸念もありますね。結構 F4 のレンズが暗いので、まあ、そこをね Z6 の6II の高感度で、まあ、カバーしていたという部分はあると、まあ、僕自身は思っているので、その懸念がある状態でキャッシュバックありとはいえ12万円くらいの出費っていうのはちょっとリスキーだなと、まあ、今現在は思ってます。なので、まず購入前に1万円くらいかかるんですけど、まあ、Z5 をレンタルしてみようかなと考えてます。まあ、それでね、この秋雨前線が抜けた後、まあ、しばらく天気のいい日もあると思うので、Z5 と Z6 で、取り比べて、Z5 がサブ機として必要十分な能力であれば、まあ、Z5 を買い、Z5 ではやはり足りないなと感じたら、Z6II をもう一台購入して、まあメイン機の2台体制ということにすると思います。以上をもちまして本日の動画はおしまいとなります。ここまでお付き合いいただきました視聴者様の皆様には貴重なお時間を割いていただき本当にありがとうございました。まあ、それではね、次の動画で Z5 が出てくるのかどうか、また次の動画でお会いいたしましょう。おっす。